老健亜紀士のより良い介護技術のための体操1127、担当は溝口洋平です。よろしくお願いします。それではうつ伏せになってみましょう。まずは呼吸をよく感じてください。呼吸を感じること、体操において最も重要です。あらゆる姿勢の中でうつ伏せ姿勢が最も体に優しいです。呼吸循環機能は効率よく働き、筋骨格は整いやすいです。うつ伏せで腰が痛む人、後日別の方法をご紹介します。では始めます。それでは両手を少し浮かせて遠くに伸ばしましょう。そしてゆったり呼吸します。お腹と腰を楽にして鼻で呼吸します。ではもう一度両手を遠くに伸ばしてみてください。ゆったり呼吸しながら吐いて吸って吐いて吸って吐いて、3呼吸ほどゆったりと行いましょう。では次いきます。次は右手と右足を浮かせるようにします。そして右手右足を遠くに引き離します。そこでゆったり呼吸します。それではお腹を楽にして吐いて吸って吐いて吸って吐いて吸って、では反対です。左手を浮かせて左足を浮かせて、左手左足を遠くに引き離します。そこでゆったり呼吸です。腰を楽に、お腹を楽にして吐いて吸って吐いて吸って吐いて吸って、ゆったりと呼吸を行いながらお腹が伸びるのを感じてください。今回の体操の目的の一つはお腹を伸ばすことです。直立姿勢で普段からお腹は縮みがちです。お腹が伸びると姿勢を起こしやすくなります。注意点は腰一点を頑張らせないこと、それとお腹を硬くしないことです。ありがとうございました。老健亜紀士のより良い介護技術のための体操、担当は溝口洋平でした。